したの？私もこの後用事あるんだった。私のセンサーがビビーっときたからね。それじゃあ私もそろそろ、おっとっと、その前に、この写真のデータを送るから連絡先聞いても？本当に？電話番号くらいは覚えてるでしょ？まだ君の心の壁は壊れてないようだし、しょうがない。うん、いつか必ず君の心の壁を壊してあげるから。必ず。それじゃあバイバーイ。
フィオ？こんなところで何してるの？あんたと同じ。私も今から帰るところ。別にいいけど。ま、友達と遊んでたからね。あんたのこと根掘り葉掘り聞かれたわ。あの子なんかあんたに、っていうかあんたと私の関係を勘ぐっててさ。幼馴染ってことを話した。ちなみにその子同じクラスよ。てか、そういうあんたこそ、なんでこんなとこいるのよ。そこで何かあったとか？なんとなく、朝より顔つきが良くなった。ごめん、嘘。
はちょっと変わったっていうか、明るくなった気が。ほんと。だから、なんかあったのかなって。変な先輩。勝手にっていうか、事実じゃなくて。妙にリアルな数字で逆に申し訳なくなったんだけど。